サージョシュア・レノルズによる、肖像画、1764年作。第9代ウエストモーランド伯爵ジョン・フェインは、グレートブリテン王国の貴族、庶民議員。1771年まで、バーガー主教の儀礼称号を使用した。第8代ウエストモーランド伯爵トマス・フェインと、エリザベス・スイマーの長男として、1728年5月5日に、生まれた。 1739年から1745年まで、ウェストミンスタースクールで教育を受けた。1762年12月に、ライムレジス選挙区で、庶民委員議員に当選した。議会では政府を支持したが、発言の記録はなかったという。1771年11月25日に、父が死去すると、ウェストモーランド伯爵の爵位を継承した。 1774年4月26日に死去、長男ジョンが爵位を継承した。1758年3月26日、オーガスタ・バーティーと結婚、二男一女を設けた。二人目の妻スーザン・ゴードン、1770年頃。1767年5月28日、スーザン・ゴードンと再婚、三女を設けた。ありがとうございます。